今日はレクリエーションで海の方に行きましょう、3人で。夏イコールギャルと思ってるけどさ、楽しみにしとってね。はい、お願いします。ちゃんと今日バーベキューも用意して。あ、いいっすね。5月からもう初めてで、まあ、だいぶ早く。アフターとかじゃない、個人的に、一時的にバーベキューしてるの。バーベキューアフターはうまくならんけど、肉でね、焼くのはうまくなるけどね。楽しいロケに浮かれる2人、しかし今年1月、完全新規店グロスをオープンし、さらに近日ミルクがオープンするなど、今勢いの止まらないクレイジーグループ。そんなグループの総本山は、今年歌舞伎町で15年目を迎えるクラブドロップ。今回はドロップの注目キャスト、中村優、橘とわの幹部補佐2人にドッキリ企画。シリュウジンプロデューサーが仕掛け人となって、不甲斐ない後輩の根性を叩き直しちゃいますよ。果たして2人はどこまで笑顔でいられるのか。おはようございます。今日は周年も終わったけんさ、ちょっとレクリエーションで海の方に行きましょう、3人で。海です。どうでしたか。じゃあちょっと力不足だったっすね。積円かったっすか。僕も全然ダメでしたね。まあ来年もっともっとぶち上げていこうかな。ちょい足りんやった。足りんやったっすね。全然足りんかったっす。じゃあ今日はもうあの海で軽くパート遊んで仕切り直してやっていこうよ。ついてきてください。3人の関係性がちょっとでも分かればなと思って。みんな九州。そうですね、九州です。みんな九州。僕も血が濃い、もう血が濃い。半端ねえ。もうこのジンさんが運転で、あ、いつも運転手です。でみんな寝てる、いつも。今日はまあちょっとギャルが少ないって聞いたんで、海の方が川でもいいかなとは思う。なんかもう夏イコールギャルと思っとるけんさ、まあ、ちょっとそこにサプライズで連れていくけん。ただ楽しみにしとってね。はい、楽しみにしてます。着いたら言い出すけんね、ギャルは好きかーって言うよ。バーベキューしたいな。いいね、バーベキュー。あ、ちゃんと今日バーベキューも用意して。あ、いいっすね。やっぱ20回ぐらいバーベキューせんと夏は語れんけんね。そうっすね、今年まだ3回かな。あ、そうなんだ。まあ結構大人。5月からもう始めてる。まあ、だいぶ早く。沖縄では5月からっていうか3月から海開きだから。あ、そうなんだ。早いね。もうほぼ夏。さっきオープニングでちょっと周年の結果がちょっとって言ったのに、その時にバーベキューしょったんや。そりゃ結果出らんもん。そりゃ結果出らんもん。それも営業後。営業後なんだ。あ、それはいかん。アフターとかじゃない。個人的に、一時的にバーベキューしてるの。シリーズ。アフターはうまくならんけど、肉でね、焼くのはうまくなるよね。九州のどこ。あ、俺はもう育ちは福岡ですね。そう、福岡で、で、ゆうが沖縄で、はい、で、とわが鹿児島っていう。みんな九州。そうっすね、九州です。海だ川だと言いながら、確実に山へ近づいている一行。ジンさんがそわそわし始めましたよ。ネタバラシ、行ってみよう。え、川行くと思った。はい、バーベキュー。周年、思い通りに行けないと2人にバーベキュー。俺そんな甘くない。はい、滝際に到着しました。いいこと。森だもん、これ。海よ。海。マジバーベキューの気持ちだった、うん。バーベキューじゃない。いや、ちょっとなんか、周年気づけとんなと思って。この二人が、ちょっと集中力足りてなかったなっていう。ちょ、来年に向けて、やっていこうかなっていう。っていうことだそうです。そういう日もありますね。もう切り替え早い、切り替え早い、切り替え早い、次に向けて、はい、あらあら、案外余裕がありそうなお二人さん、滝行の厳しさを甘く見てるようですね。5月に行われたドロップの14周年イベントでは、
幹部たちが高額オーダーを入れてイベントを盛り上げている。しかし若手たちは幹部に及ばず結果を残せていなかった。まあまあ勝てないっすからね。本当にめちゃくちゃ悔しいです。僕は弱気な発言をしちゃうお二人にジンプロデューサーからきついカツを入れてもらいましょう。ということで早速滝行へ挑戦。まずは滝行を行うための礼儀と作法を習います。続いてはお百度参り。その名の通り100往復を行います。ナムダイシ平城高校、ナムダイシ平城高校、ナムダイシ平城高校。ナムダイシ平城高校、ナムダイシ平城高校、ナムダイシ平城高校。どうでした？やってみて。やばいっす。あ、いつも通りっす。チャック、チャック、全ダック。やばいよ、ね、普通ノーマルスパイクで。パーソナルと一緒っす。やばい。パーソナルっす。ジムだ。ね、カウンジン鍛えたね。だいぶ痛いな。こうやって名称ですもんな。やばい。やばいし、変な。持ち当たりとかやる。次回、滝行を舐めていた二人に試練が襲いかかる。果たして彼らは無事に帰ってこられるのか？後半へ続く。